どうもレゴラジです。以前動画でですね、ラジサンタからのプレゼント企画という、動画をアップしたんですよ。でね、まあそんなにいつもこんなことやってもね、たくさん応募は来ないんで、まあいいかなと思ってやったんですけどね。ですね、まあ勘違いされてるというかですね、まあ動画も見ずにご参加いただいている方がね、ちらほら見受けられたんですよね。動画ではね、結構わかりやすく説明したつもりだったんですけどね。まあ普段から見てる方にはわかりやすかったけど、まあたまに見てる方とかね、全く見てない方とかにはちょっとわからなかったかなーって感じかな。それでもね、確実に1名様願いは叶えようと思ってるんですけどね。じゃあとりあえずちょっと見ていきましょうか。ね、こんな感じでね、広告載っちゃうね。ハッシュタグラジサンタでね、応募してもらったんですよ。で、一番最初に来たのがね、早くコンボイ組み立ててレビューしてください。ご本。いや、これもうちのね、ライブ配信かな。よく見てくださる方ならわかると思うんだけど、コンボイとゴッホを積んでてね、やる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 って言ってね、全然やってないから早くやれってことだよね。いやー、すいません。こういうの、そう、こういうの待ってたんだよ。こういうの。で、うちの視聴者さんだったら、ま、こういうの来るかなとは思ったんだけどね。ま、実際にプレゼントを希望書いてもらっても全然構わないんだけど、ま、決めるのは、レゴラジなのでね。なるべく損害の少なくて面白いものを採用しようとは思ってるんだよね。で、まあそれを察してくれたツナ缶さんがこれにしてくれたっていうね、とっても愛があるよね。愛を感じた。22年、レゴラジさんが一番買ってよかったレゴのプレゼント。だから、俺の動画見てる人だったら、こんなこと俺しないってわかるよね。一番買ってよかったレゴ、人にあげるわけないじゃん、俺が。だってメルカリで出品してるぐらいなんだからね、いらないレゴね。お金そんなんない。バドメの腹筋について30分も語れない。ポテトンさん、ラージさんのサイン入り色紙欲しいです。ね。そう、こういうの。こういうのね。こういうのもうこんなのいくらでもあげるんで、ね、ポテトンさんには返信してね、DM で送るんで自分で印刷してくださいって送っときました。で、ボバさん。動画の始まりから終わりまで語尾にござるかラジをつけてほしい。なんか一回やったよね、これね。ラジオね。いい。こういうのもね。こういうのもいいよね。やるよ、これじゃ。いや、やらない、これは。無理。次に見つけたお買い得中古レゴでオリジナル。だから、オリジナル作品は俺やらないしできないって。これもいつも見てない人じゃないのかな、逆にね。絶対に俺できないって言ってるから、やれって言ってんのかもしんないけどね。まあ絶対やらないよね。次。レゴママさん。みんなが選んだ23のレゴで、これ買っちゃいましたスペシャル。これいいよね。これプレゼントしなくていいんだもんね。これ俺自分で買ったって自分で消化できる。うん、これいいね。いいじゃん。ギラスさん。これが欲しいですって。これ買ってさ、これどうすんのよ、これ。俺どうやって送んのよ。個人情報明かさないってメルカリ配信の時いつも言ってるべ。でもさ、ギラさんはポイント溜まってるから、これね、これ、天岐風でこれ買える分ぐらいギラさんに送ってもいいよね。ポイントギラさんそれ以上溜まってるから、ちょっと送んないといけないんだ。これギラさん採用してもいいな。これね、これいいよね。あ、広告出てくんなって。イリスさん、クリスマスプレゼントに買ったもの、自分用子供がだから、もう大きいんだって、うち。でもね、買ってあげたよ、下の子にはさ、とりあえずね、スプラトゥーンのコントローラー。まだ言っちゃダメだ、これ。もうね、もらえると思ってないからさ、まあ、あげたら嬉しい、喜ぶでしょ、スプラトゥーンのコントローラーね。あ、ちなみに、スプラトゥーンの本体とか、スプラトゥーンの何コントローラーブックオフで普通に売ってるからね。まあ、お店でも今買えんのかなわかんないけど。売り切れてたらね、新品扱ってるブックオフ行ってみたらいいと思います。はい、次。赤チッチさん。
娘が欲しがってる。だからなんで俺が買わなきゃいけないんだ、それを。持ってないしね、しかもね。ラジサンタさんへ、幽霊とか骸骨のミニフィギュが好きなので欲しいです。だから。いや、持ってるけどさ、いっぱい。送料負担してくれるんだったら全然300円ぐらいで譲るよ。パルスさん、レゴラジさんのオリジナル PAB、ピックアブリックね。あー、やだよ。だからなんで買わなきゃいけないの、俺が。行かなきゃいけないんじゃん。ゴッホが教えて、ふざけんな。なんであげなきゃいけないんだよ。2万だぞ、これ。2万。なんだ、俺をなんだと思ってんだろ。ね、トップ YouTuber が何かかと思ってんのかな。シカキンクラスだってスイッチとかだろ。まあ大量だけどね。レオさん、アメージングスパイダーマンの鶴100万のフィグです。冗談です。スパイダーマンのレゴセットだ。だから。欲しいもの書き忘れちゃった。だからそういうコーナーじゃ、まあいいか。これはね、あと2個積んでるんだよね。2個積んでるから。まあ、可能っちゃ可能だね。配信中に出されたお題の、これ鍵垢だけどいいのかな？まあいいか。配信中に出されたお題のもだからできないってば。ここにツリーが欲しいですとか書いてあるの。もう組み立てちゃったわ。欲しいプレゼント書き忘れ、だからね。そういう、まあ、プレゼントっても書いたか。やってほしいことがあれだったんだけどね。まあ、説明の仕方が下手だったからね。まあ、プレゼントでもいいかな。もうこんだけ欲しいものみんな書かれてるからね。俺が持ってりゃ別にそれでもいいね。ただし、こっちの個人情報を載せないで発送する方法じゃないと無理だからね。だから知らんわ。自分で買え。レゴ社長って偽物じゃねえか、これ。すごいな、この人。フォロワー1、誰かフォロワー、ポテトンさんフォローしてる。偽物だぞ、ポテトンさん、これ。モジュラープレゼンステーション、知らんわ。自分で買え。だからこう。A ウィングが欲しい。自分で買えって。なんで俺がこれを買ってさ、プレゼントしなきゃいけないんで。あ、サンタってそうなのかな。まあいいや。コーチェンさん、年越しライブが見たいです。あー。こういうのいいな。年越しライブね。あ、はいはいはい。あ、いいじゃないですか。アイスクリーンさん、いつもさ、こう帰ってくれる人、いつも参加してくれてる人たちもいるからさ、その人たちの願いはなんとか叶えたいとは思うよね。ありがたいよね。嫁ラジさんが選んだレゴクリスマスプレ、ああ、嫁ラジが選んだね、嫁ラジになんか細工してね、あのレゴのシールとか選んでもらってね、それをプレゼントしよう。スミレゴの中からプレゼントね。あ、もうそれはね、100歩譲ってそれはね全然いいんだよ。積みレゴの中からさプレゼントする分には全然いいんだよ。ただ個人情報をねなんか匿名で配送する、前さプレゼントした時はねメルカリで300円負担してもらってそれで発送したんだよね、去年か。カカチッチさんとか去年当たんなかったっけ。そうだよね、当たったよね。違ったっけ。だからね、もう広告出てきちゃうね、ツイッター。まあてな感じで、本日まで受け付けてんのかな。まあ動画よく見てね、ギリギリのラインを攻めてくださいって言ってんのに、全然まあそこスキップしちゃってんだろうね。ただね、この中からね、てか応募来た中からね、一番簡単なものを選ぼうかな。なるべくね、個人情報はもうお互いの個人情報ね、さらさないような方法で取引っていうか発送とかね、やってあげたいこととかね、してあげたかったんだけどね。まあ普段見てる方だったら分かったと思うんだけど、まあそうじゃない方もね、いいか。いいよね。ありがたいよね。どうしようかな。プレゼントでもいいか。積みレゴだったらね、全然問題ないもんね。新しく買ったりはしない。てか、積みレゴとか言ってね、ゴッホも積んでるんだけどさ、ゴッホやるわけ、あげるわけないじゃんか。普通に考えて、うちの動画見てればわかるでしょ。俺結構さ、ケチとまでは言わないけどさ、ケチとまでは言わないけどさ、まあいいか。なんでもいいや。待ってます。ということで、残り何時間かですけど、ご参加お待ちしております。ということで、最後にチャンネル登録はいいや、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ポツラジ。